こんにちは。リホームの達人プロデューサー、山さんです。リホームブルーになった時は、バイ、プリンラブラブさんよりいただきました。ありがとうございます。まさにリホナビの言うリホームブルーですよね。お知らせです。リホナビライブラリー4つのカテゴリー見るべき動画の順番。まずは LINE 登録してトップガンに入れてみてはいかがでしょうか。もっと暮らしを楽しむチェックシートブック。ぜひこちらの方を活用してみてください。今日の このプリンラブラブさんもこちらしっかりとチェックしていただきました。まずはこのライブラリーポチッと押すと見るべき動画。さらには遮熱、断熱、節電ガラスコート。まあこれ熱いので必須アイテムに今なってますよ。リフォームブルーになった時は、バイプリンラブラブさんにこの一番最後のアンケートでいろんな経験をシェアいただきました。 築23年マンション工事初日です。うん、マンションですね。キッチン、カップボード、すべて撤去されました。今回はキッチンリフォームにプラス一部アクセントクロスの感じになってますね。このように、どん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 解体されていきますね。キッチンの吊戸の横の壁をなくして、このキッチン横のカウンターも短くなりました。今、ビフォーはもう一回見たいですね。これ。 ここの部分のキッチン、釣りと釣りともなくすから、この横の壁もいらない。そしたら、まあ、カウンターも短く、こんな感じだよ。なるほど。スキッとしてますね。では、行きましょう。ビフォーアフターどうなった釣りとなくして、ニッチスペース。ドン釣りとなくして、そう。えー、棚もつけて、レンジフードの横にはクッキングペーパー。 ちょっとなんかモダンでシックなコーヒーメーカーもあって、でグリーンもある。このキッチンはセラミックトップ、そしてシンクも、もしや食洗機ついてるんじゃないですか海外製。ドンいや、こっちにも、ドンクロス、モリス、床も、ええー、素敵ですね。なんかここに誰かが出てますね。 こんな感じでダウンライト今日はこちらの方のキッチン深掘りですキッチンリフォーム完成ですリクシルのリシェルテインワーセラミックのラパートカーボンいやこれちょっとグレーっぽい感じのラパートシルちょっとメラ,ラメが入っているんでしょうか綺麗ですね薄いカウンターの見つけもこの品ぞれではあったんですが予算を抑えるために厚いカウンターにしましたリビングから見えないのでそれでいいかなといや このね、うん、山さんいつも本当思うんですけど、これ別に暑いから薄いからってコストかかんないんですよ。要は後から出たから薄いからちょっと今トレンドだから高くしようみたいな感じで、別に暑いから薄いからで薄いのがすごいってことなんでもないので、まあ別にあのコストアップする必要ないかなと思うんですが、コストアップなってるんだったら別にわざわざ薄いのにしないでいいっていうのが山さんのいつも言ってる通りですね。スリムデザインじゃなく普通の このしっかり感、これいいと思いますけどね。扉からはプレーンウォールナット。キッチンリフォームするなら必ず入れたかったのがタッチレス水薦、いいですね。IH クッキングフィーダー。山さんも使ってますよ。海外食洗機。いちゃんがさっき、えー、最近ちょうど、えー ミーレでどれぐらい洗えるやってますか、えー、たっぷり洗えて、海外食洗機いいですよね。うん。ニッチの中に釣りとなくして、ここ、キッチンパネルを貼ってください。内部にね。コンセントも増設しましたあ。ありますね。キッチンパネルはグレーズグレー。をグレーでねあー。釣りとなくなって、この棚がウッドだから、ここも閉まりますよね。マグネット対応のパネルにはしませんでした。ステンレスのね、この、えー、レンジフードとも合ってますね。 掃除ベタのズボラなので、壁にペタペタ貼り付けたものを剥がして掃除するのはめんどくさいと思ったので、カップボード、えー、なったのが理由です。さらに、カップボードはリクシルのシエラ。キッチン側が暗めの色味なので、こちら側明るめにしました。あ、確かに色味違いますね。えー、バイカラーってやつですね。もともとあったコンセントに、さらにコンセントを増設してもらいました。えー、なるほど。こんな感じでね。うん。カップボードはリクシル、シエラ。 うん、こちらの方この色目、えー、さらに増設してもらった。こんな感じで、どうでしょうか。こういう形でツートンありですよね。出していたものをすべて収納した後が、この状態です。いや、綺麗に、綺麗に収まってますね。リッチスペースの活用、うんうん。オープン棚の収納、ふむふむ、いいですね。そして、ダストボックス、椅子、電磁、炊飯器、ありますね。 キッチン最奥の壁はアクセントで3月のモリス FE7600 にすると決めてました。お気に入りでしたね。それに合わせてフロアタイルもモリス WD2001。このフロアタイル、最近ちょっと増えてるんじゃないですかこのフロアタイルは模様が入ったものとただの木目のものがランダムに納品されてきます。なるほど、うんうん。見える部分に模様がたくさんできるように職人さんと一緒に配置を考えました。結構楽しかったです。ああ、なるほど。いや、これでも、 ランダムに入るからこそ、ここがね、なんか味はありますよね。うん。さらに、釣りと棚は付けなかったので、代わりにウッドワンの棚。あ これ、ウッドワンの棚なんですね。2段つけてお気に入りのコーヒー道具を飾ってます。ウッドワン、えー、実はもともとキッチンの候補に上がってたんですよね。だからこそウッドワンの棚。ショールームなんか行くところ、ウッドワンの棚いいなっと思って、山さんも何回かこう、ショールーム見るときウッドワンの棚チェックしてたんですけど、うん、これ。1段目は目線の高さにしてもらい、この部分。そして2段目。うん。タブレットや携帯を置いて見ながら価値ができるようにしています。おー、なるほど。 でこの棚はなんと、公務店さんがプレゼントしてくださいました。そういうことですね。あら、なんか、ここに、んわかりますかね。はい、こんな風にタブレット置いて見てます。ありがとうございます。こんな感じですね。そして、ニッチの中は主人が棚を作ってくれたんです。あいや、素敵じゃないですか、この棚も黒で揃えてそえて。そして、そして、そして、リビング側の、えー、壁を一部切り取ったので、こちらのホーリーをモリスのクロス、貼り付きました。 今回はキッチンの業務だけだったんですが、アクセントクロスのようになってリビングも少し雰囲気が変わって、すごくお気に入りです。えー、なるほど。こっちね、うん。リム側の壁一部切り取って、こちらの側にモリスドン。ねいや、アクセントクロスになってます。確かにリビングも少し雰囲気変わって、すごくお気に入りですよね。リビング側に見えますもんね、こっちね。で、キッチンの視界も広くなる。対面式ではないんですが、すっきり開放感で満足です。 コンテンさんがキッチン照明のスイッチがリビング入り口にもともとあって、これ不便感じていたところをすぐ理解してください。だったらということでキッチン入り口側に移設してもらいました。些細なことなんですけど、ほんと便利になって嬉しいです。いやそうですね。入るときにポチってできるのと内側というところの違いですよね。アンケートです。築23年マンション。前のキッチンは不明です。ショールーム巡りが大好き。パナソニックリクシル。 宝に、トクラスにウッドワンクリーナップ、そしてショールーム見るのが好きだった。はじめはウッドワンがきっかけです。はじめは、えー、ウッドワンのキッチンにしたかったんですが、ウッドワンを取り扱っているコンビニが見つからず、リホナビ、ご縁結びにお願いしました。なるほど、そうだったんですね。予算の面で悩んでいた時も、私の話を聞いてくださり、理解してくださったのが一番です。予算の面で悩んでいた時も、金額を抑える方法など教えてくださいました。また、キッチンはリクシルなんです嘘。かウッドワンで聞いてたのはリクシルなんだなと思いました。 ホムテ店さんは宝を扱ってらっしゃることから、レンジフードは宝にしてもらいたい。あ、さっきのステンレス宝なんだ。えぇ、ー。ちょっと無理めのお願いも聞いてもらえたのも決め手の一つでした。あえて黒っぽいクロス。タッチレス推薦。ガスコンロから IH にすること。えー、ミーで海外食洗機の導入は絶対条件でした。軸できてますね。それに加え、以前はテ手板など明るい雰囲気でしたので、黒や 暗めの色を使ったキッチンにしました。天井は下がり天井にしてシーリングライトからダウンライトになってましたね。天井が低くなったのであえて黒っぽいクロスにして奥行きを出すことで低さを感じないようにしました。 あ、こういう感じになって、いや、計算いろいろされてるわけですね。特にバージョンアップは、タッチレス推薦、IH 直線器、そしてセラミック天板。こんな感じですね。リフォームブルーになった時も何でしょう。リフォーム完成して気づいたことね。今回のリフォームは、リフォナビをはじめ、YouTube 等でかなり勉強。いあいいですね。いろんな覚悟を決めてたつもりで、もう結局何度も迷ったり、いろんな面でくじけそうになりました。うん。そんな時は、 えー、どうしてリフォームしようと思ったのか、立ち止まって思い返したりしました。頭がごちゃごちゃになるときもあるので、やるべきしたいこと、できたらしたいことなど、過剰書きにすると頭の中が整理されて、気持ちも落ち着いたりする。これね、一度立ち止まって確認。ね、そんなときは思い返したりして。で、過剰書きです。頭の中を整理。で、これによって気持ち、えー あるものを、こうね、なんて書くってね、そこに物質化すると、物質化するとね、こう、うん、俯瞰して見れるんでしょうかね。内部にあると何が何かわかんないけど、物質化するじゃないですか、自分が悩んでるもの。それを見ると、冷静になって何が悩んでるのか。頭の中で考えてると、もやもやだけ残っちゃいます。ぜひその時は何を悩んでるのかっていうことをぜひ整理してみてはいかがでしょうか。何度も言わないとダメ。何でもいいので、書き出すことで大事、えー、だなと感じています。あと、 公開、そんなことは言いにくくても必ず担当者さんやコンデンさんに言うこと。 それも何度も言わないとダメなの。いや、本当例えば最近もあるけどね。あの、キッチンパネルの入り済み。もうこのキッチンパネルの入り済みの見切り入れないたら、もう本当多くって。これ今聞いてる人も、私がまさに言われてるね私がっていう人、もう山本さん何人いるかなって。なので、あの、見切り、本当に入れたいのであれば、入り済みの見切り、何度も言った方がいいと思います。満足したこと、気づき。えー、こちら。ほぼ希望がかなったキッチンリフォームになりましたのでいいですね。大満足です。素晴らしい。実は キッチンパネル、クロス、フロアタイルの色味が違うか、実際に目にするまでは、うまくいくか自信がなかったんです。いや、綺麗に、綺麗に仕上がってますよね。仕上がったらキッチン見て、想像以上にうまくいったので、私的に、いやいや、わ山さんから見てもですよ。これも大満足の一つです。コンデンさんの職人さんの皆さんも担当してくださった吉田さん、ご縁結びのね、すごくよしって、えー、よくしてくださって、トラブルもなく、えー、リフォームを終えて感謝しかないです。これからもお付き合いしていきたい、えー、ご縁を結んでいただいた山さんにも感謝します。いやそう素敵なご縁になってよかったです。 その他、えー、補助金の申請、今申請してもらっているところです。IH は接種支給なので対象になりませんが、えー、給湯器も書えたので、その分の補助金も合わせて申請できました。活用したサービスは LINE と、リフォナビ、リホナビライブラリ、ご縁結び、チェックシートブック、収納アイデアブックでした。もっと暮らしを楽しもうチチェェッッックククシシーートトブです各種さらに えー、リオナビご縁結び安心の業者一人一人に勝負、えー、こちらの方申し込みはカルテを記入して詳細の情報を聞き取りあなたに合った業者一社をおつなぎしてますリオナビリナビ画面こちら、えー、チェックシートブックぜひまずはこの QR コードをポチッと押していただいて限定動画からを決定してみたいかがでしょうかということで今日お届けしたのはリフォームブルー、うん、やっぱりね、うん、書き出すこと自分の軸しっかりするどこに向かっているとかゴールを明確にするそしてちょっと、えー、立ち止まってみることではない ないでしょうか行きますよせーの必ずできるいってらっしゃいいやリフォームブルー皆さんのコメントも待っておりますどんな悩みでしょうか